こんにちは。マースケーチャンネル2です、えー。今回はですね、コミュニティの方に、あのー、書いておきましたけれども、柴田ゆなちゃんになる予定です。えー、それでですね、今のところ誰書いてるかわからない状態なのでね、できてみないと自分でも誰なのかわからない状態で頑張って書いてます。 えーとゆなちゃんといえば昨日のね夕べのノギスキーのあの可愛い,いアーミーズにねえー、JK 役で出てきてねえー、アマム,アムヘアゴムとそれからダブル産毛ということでねあのー、出てきましたけどあのー、ねえー、好きとも、まあ、なんか面白かったなということでねあのー、見ました、あのー。ここ最近ねあのー えーと月,月曜から夜更かし見た後でもうあのちょうど一時にえーとダウンしてしまってここ数回ね脱ぎすき見てないのでまあ見逃した分はまああのすぐにはまあねあのお金もないので買えませんのでいずれまあお金が貯まったら DVD ああをねえ買ってまあいろいろと確認しようと思ってるところです。 ということでね、まあちょっとね今少しあの言葉があのええー、と少なくなりますけれどもまだあの絵の方をね描き進めたいと思います。はいえー、と、まああのー、まずね顔の下地肌のね下地塗りの方から始めてるんですけれどもで一度ねバーッと塗った後、えー、顔にはこうね光がねこう当たってるのでその部分をあの消しゴムで、えー、消して。 えー、強い、ね、光を表現します、まあ消しゴムってさてねいろんなこういった消しゴムもありますけれどもこのペン型消しゴムノック式消しゴムって言うんですけどこれがすごい便利ですねペン型でね持ちやすいのとあの力がね入れやすいのでこの消しゴムをお絵かきする方はですねこれおすすめしています。 大体強い光っていうのは花の頭なんかねものすごいあの花がも,もちろん高いわけですので人間の顔の中ではねだ一番ね光があの当たってね白くなる部分ですのでその部分を消しゴムで、えー、消していきます。色、まあ、色鉛鉛筆筆のお絵かきはねこあの色鉛筆で塗る だけがあの、お絵かきではなく消す、まあ、要するにプラスではなくマイナスも、あの、お絵かきの方法の一つですので、これをちょっとね、お絵かきする方は、あ,あの、覚えておくといいかもしれません。ずっとね、かえ、あの、かき続けて、こう、かき足していくと、この真っ黒になってきてしまいますので、消し、あのー、消し込むので消しながら、こう、綺麗にね、あのー、色がね、えー、と、のせられるように、 やっってていいたただきたいと思ってますどうあちょっとね画面がまだあの白すぎてあの消しゴムで消してもあの、ね、はっきりとはまあ分からないとは思いますけれどもだいぶこの花の頭ほっぺあと顎のところですね今消しているんですけれども強く。 いい光が、ね、当て,てるようになってきましたで消したら消しっぱなしじゃなくまたその上から色鉛筆で色を重ねていきます少しねこうムラがあってムラを残した方が、まあ、肌のね質感を表現できるのでき、まあ、綺麗にねあのあしかも色鉛筆というのはねき、まあ、綺麗にはあの消せないのでその 色,色がねこう残ってるぐらいの方が、まあ、こう味が出てくるというかそんな感じですねまた今回もねえー、と、まあ、あのかっね前回の動画でもお話ししましたけれども書くのが得意なメンバーと不得意なメンバーいる。いいい それがもちろん書い,てないメンバー書いたことないメンバーもいますけれども、えー、特にねあの難しそうな、えー、メンバーからこうチャレンジしているという状態です。えー、書けやすいメンバーも何人かいますけどそれはお絵かきのネタがな,ったあの、ね、なくなった時のとっておきということで、えー、あどうしてもネタがなくなっちゃったって言ったらね、まあ、書こうかなということでそれは取ってあります。 で本当は、まあ、前回あのねえっ、ー、と眉ン描いたので今回はあのー、色鉛筆をお休みして水彩画にしようかなと思ったんですけどなんかね色鉛筆で描いてるうちにちょっと,、えー、と気分が乗ってしまったので、えー、またね、えー、と色鉛筆でお絵かきを始めてるということです。どうでしょうかね でそしたら、まあ、最初の、えー、と下地塗りは、えー、と昔は肌色って言ってました、その薄大々、もしくはペイルオレンジで、えー、まずね、薄くあの色をつけておきます。で、まあ、どの辺が濃,濃いとか悪い、あのー、 悪いじゃないや濃いとか、えー、薄いとかっていうのはあのー、これはね、あのー、追いかけの勉強をすると、まあ、習うんですけれども人間の顔って平面じゃないのであのそういえばテルマエロ前でね、あのー、顔がね、あのー、この平たい毒っていうふうに、まあ、言ってましたけど日本人って結構ね顔が鼻もそんなに高くないのであんまりね、あのー、凹凸ない ので例えばあの外国人あのギリシャ彫刻なんていうとねまつげの下がこうね目の上が、ね、こうくぼんで彫りが深くて、ね、かっこいいですよねそうするとここの眉形、えー、のところに影ができるわけですで、それをね、あのー、そのギリシャ彫刻を使って絶賛でその勉強したりするんですけども日本人だとあんまり彫りが深くないのであんまり影ができにくいんですね。そうすると影ができないからあの うまく、ね、あのー、お絵かけしようとしても日本人の顔,顔ってね、えー、難しいんですよだからまあ逆にねあのこう勉強になるということでねまずはあの薄橙で薄くでねあのー、色鉛筆で結構ねあのー、まあお絵かけってないとまあやりそうなのがこう強くゴリ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 やった方が色が あの乗るんじゃないかっていうふうにあの思う方もいらっしゃると思うんですけれども色鉛筆っていうのはゴリ,ゴリゴリやるとその光沢が出てあのそれ以上ねあのツルツルしちゃって、まあ、要,要は、まあ、ロウワックスで固めてるのでツルツルしちゃうともうそこからさっき色が乗らなくなっちゃうので、まあ、薄く薄く色をねこう丁寧に何度も何度もこう重ねてそれで最終的に持ってきた色に。 あの持ってきたい、まあ、色っていうか濃さにねあのするといいわけです。まあ、前に、ね、あのなブログでそういうふうに書いてる人がいねいたので,、まあ、でしかも自分で何かもう悩みがブログに書いてあって、えー、ゴリゴリ塗ったんだけども持ってる色,色が出ないっていうのはあのゴリゴリ塗っちゃうと例えば一色じゃないんですねあの肌の色にしても。 あの微妙な色があるので,、えーでまあ、似たような同じ系統の色をあの、ね、薄く薄くこう1色だけではなくて重ねるとあのいい色になってくるわけです。あのね、暗い色にしてみたりとか、まあ、明るい色にしてみたりとかねそのことを考えてえ色をつけていくわけです。はい、ということでね頑張って。 えー、ゆのちゃんになるように、えー、頑張りたいと思います。ということでまだね、あのー、完成間近になったら、あのー、動画アップしますので、えー、よろしかったら、えー、見に来てやってください。ということで、えー、万が一この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル2でした。ご視聴ありがとうございました。